いやなんか最後っぽくない話をしてしまって申し訳ないんだけれども、じゃあそろそろ、うわあと10分か。なんかあんまりさ終わるって感じしないね。あ、なんか実感ないわ、いろは。これ多分あれだわ。終わった後散々冷め冷めと泣くタイプだわ、いろはこれ。いやでもね、泣いて、なんかね、泣いたのよ、ちゃんと。みんなに見えないところで、ちゃんと泣いたのね。だから、ちゃんと涙出し切ったつもりだったから、今日はカラッと割れそう。ニコーって、ニコって割れそうだよ、今日は。はい。ということでね、いやー、50分ね、お付き合いくださった皆様方ありがとうございます。もしかしたらね、いつ言うんだみたいな感じでね、思ってた方々もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、改めまして、今後いろはは、本日をもちまして、ドットライブアイドル部から、卒業させていただくことになりました。本当にね、今まで、いろはのことを一瞬でも応援してくださった皆さん、少しでも知ってくれて、見てくれた皆さん、すべての皆さんに本当にありがとうございました。ありがとうございます。そう。いろはは、そのもともとなんていうの、すっごいこう広い意味になっちゃうんだけど、ものづくりがめちゃくちゃ好きだったの。そう。これはね、ちょっと本当に誰しもが持ってるかなって思う気持ちかなって思うんだけど、誰かの記憶に残るようなことをしたいなっていう気持ちがすっごく強かったんですよ。でもそれって、ね、みんなもほら、いろはのことを、少しでもいろはの支えになったらいいなと思って、このツイッターで応援とか文章だけでも、送ってくれたりとかしてたと思うのね。そう。でもなんかそれって一人じゃ絶対に完結しない気持ちだったから、そう。だから、そう。一人じゃ完結しないのよ。無理じゃん。無理だったのよ。だからアイドル部に入って、本当に、こうね、素敵なメンバーに囲まれて、ものづくりができて、なんかそれを見てくれて、認めてくれる人がいたって、本当に、すごいことだなって、すごく幸せなことなんだなって、思ってます。そう。なんか、これ一応台本あるんだけどね、ちゃんと何言おうか書いてあるんだけど、ちゃんと。これを書いた時はもうめっちゃボロボロ泣きながら書いたんだけど、本当に、いろはは、今後、いろはがいないと、何にもできなくて、何にもできなくて、そう、びっくりするぐらい、ただの人間で、それこそさ、もう仲良くしてくれたアイドル部のみんなとか、まあ、そのアイドル部の道しるべのような存在だったシロちゃんとか、他の VTuber さんとか、バックアップしてくださった事務所の皆さんとか、何より、ずっと、見てくれた、みんな一瞬でも興味を持って、今後、いろはを認知してくれたみんながいなきゃ、本当に、成り立たなかった存在だな、と思っています。その、ものづくりってさ、ただ作ってもさ、ないのと一緒なんですよ。誰かに認知されてさ、存在を観測されなきゃさ、そこにないのと同じなんだと思ってるんですよ、本当に。だから、その月並みですけど、その、なんていうの、観測されて初めて成立するなら、ね、本当に月並みなこと言うけど、応援してくれたファンのみんなも含めて、今後、いろはを構成する要素だったんだなって、強く思ってます。なんか、みんなで作るアイドルってさ、よく言うじゃん。あれ、本当なんだなって思う。一人で歌って踊っててもさ、その人がアイドルだっていうこと、マジ誰にも知られないから、なんか、みんながアイドルだって思ってくれるから、その人がアイドルになるみたいなとこない。都市伝説的な感じになっちゃうけど。そう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 。なので、今後、いろはをね、そうそう、細分化すると、本当に、こう、たくさんの人の気持ちが詰まってて、
それの一端がただたまたまあのコンゴイロハだったっていうだけで、コンゴイロハっていうかイロハだったっていうだけで、その一端がねたまたまねイロハだったっていうだけで、なんかイロハ一人じゃあのこんなにたくさんのね数千人の人から思いを受け取ったり、なんか思いを逆にねイロハから発信したり伝えられたりとかは絶対にしなかったんですよ。うん、なんかそのだからイロハもすごくこうあの簡素な毎日を送ってたんですけど、その日常で見つけたねその些細なこととかを配信で話すと笑ってくれる人がいらっしゃったんですよ。そうそう、うん、なのでですね、自分をそのえっと肯定するための存在として、イロハがね、そうそう、イロハがイロハを好きでいるために今後イロハがあったんですよ自分を肯定するための存在として今後イロハがあったんですよ。ね、そうそう、だからこそ、そうそうそう、これからもね今後イロハという存在を好きでいるために今回は卒業という形を取らせていただきました。本当にそういうものをですね、すべてひっくるめた上で今ここにこうしていろはの卒業を見送ってくださるみんながこんなにたくさんいるっていうことは、ものづくりの集大成というか奇跡のようなものなんだなと思ってます。本当に本当にありがとうございました。ありがとうみんなサンキューな、本当に。え、これ終わっちゃうの閉まってる、ちゃんと。うん、だからさ、前も言ったけどさ、みんなさ、うわーショックーみたいな人も中にはいるでしょ。うわ、もうマジでマジで今後イロハもいなくなっちゃったし、岡野さんにもいなくなっちゃった、たくさんいなくなっちゃったし、マジショックーみたいなみんないると思うけど、大丈夫だ、イロハは絶対どこかにいるから。本当に死んだわけじゃないからさ。そう、死んだわけじゃないんだよみんな。うん、イロハはここにいる。見えなくなっただけで、あるって分かってたらあるのと同じだから。イロハはV のお宅に戻るだけだからさ。うん、みんなイマジナリーよ、みんなが V のお宅である限り、イロハはどっかで一緒に V のお宅をしているので、うん、だからさ、笑って笑おうぜみんな。泣くなみんな土台無理な話だが、泣くな。またね、またはないな、またはないんだったわ。もうまたはないけど、イロハには絶対にないけど、でもまあちょっとでもね、ちょっとでも今後イロハがいたんだなっていうのを思い出してくだされば、それはめちゃくちゃ本望だなと思っております。いい笑って終われた。よし、じゃあみんなバイバイ、また会おうな。ずっと忘れないと思います。